どうですか？ Stay tuned in Tokyo 全員参加！全員参加！ Yeah. あーでこっちからの3つ休憩なんてあるの？こんにちは、私です。江野さんが、江野さんが休憩。あ、着替えますか？私着替えない。このままこのままいっちゃう。座りますか？椅子使う。はい、座ると、ああ、座ると死ぬのか。そうなんですよね。ちょっと白白人間によし、全体でもう一回撮るよ。こんにちは。ブタブタ先生、ブタ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 部分が一番うまい。あ、一番うまい。部分が終わりました、ありました。ありがとうございます。ブタバラ塩コショウ。ブタバラ、ブタバラ塩コショウ。こんなとこに何の今日は急遽主演が骨折しましたので。主演が骨折はね、本当に気をつけてくださいよ。今日はたくさん食べたい。お、ちょうど選手が一人増えました。一番ハードな服を着ている人です。殺人鬼役の音です。殺人鬼役をになってましたか。ちょっと首が不慣れなもので疲れてきましたね、だいぶ。我々みんな太いもんね、こういうのをやってる人たち。首がさ、やっぱり鍛えて出直さないといけないですね。我々首をあまり動かさない族。こちらの人は首を動かす族なので。僕首太いもんね、ちょっと元から。
メタルの、メタルの影響？メタルの影響じゃない、やっぱり。こうやってやるもんね。聞きながら。メタルってこうなんですか？これですか？え、こうです。あ、ちょっと違う、これ。キツネでした、そちらは。キツネの血が流れている。メロイクサイン違う人。これが悪魔の角なんですよ。悪魔の角らしいです、ロニジェームス・ディオが開発したんですよ。あの有名なボーカリストですね。ちょっと待って、なんか俺変だな。焼きすぎちゃうんですよ。もう正しくは、まあ、クラシックではみんなこれをやってくれれば、ね、最上級のノリになるんじゃないかってことで。ちょっと斬新じゃない。でもメタラーっぽいギター弾いてますよね。まあメタラーだもん。メタラーのようなベースもなんかあの活かしていただいて残していただいて。徐々にアンミスさんの血が僕に始めてる。さらに徐々にさらになんか幅広くプレイできるようになる。そうなんですよね。上手くなっていく。ただただ雄大さんがどんどん畑が広がって耕されてどんどん敷地が今かなり広いです。よくあんな関係ないジャンルを弾けるなと思う。本当に気合ですね。気合が大事です。ね、ベーシストのみんなはね、何でも気合があればできるって言ってるんで、先生が。そうっすよ。100回弾けばいいんですよ。100回弾いてダメなら200回弾けばいい。そう。数こなせるっていう発想です、我々。もう数を重ねるのみということらしいですよ。まあどんだけその音楽に情熱を注げるかなんで。いただきましたね。名言をもう一回言ってみますか。いや、いいです。2回言うって一番ダサいね。大事なことだったから。よくある YouTube とかよくあるあのリバーブかかって、ね、キラキラキラっていう。こっちをもう一回再生してもらおう。寺尾さんにちょっと練習してもう一回今の2回目をちょっと繰り返して。いや、我々はもう数をこなせよという話のようですね。まあ、純粋にね、音楽に全てを全振りして注ぐバンドなんで、誠実に生きろよ、音楽に。あ、そういう感じです。キラ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 。じゃあ、終盤やってきます。それではまた。